カナルグランデから可ド路のファサードを望む。可ド路はベネツィアのカナルグランデに面する邸宅であり、このうちで最も美しいものの一つと言われる。最も古いものの一つでもあり、かつて外壁に金箔と多彩式の装飾が施されていたことから、可ド路と呼ばれてきた。邸宅は1428年から1430年に、かけ、ベネツィア貴族、コンタリー二家のために建てられた。 コンタリーニケは1043年から1676年までの間に8人のベネツヤ元原種を排出している。選挙で新たに原種となった者はこの館から離れて、ドゥカーレ宮殿へ移り住むのが通例であった。建築を行ったのは、ジョバンニ・ボンと彼の子、バルトロメオ・ボンである。彫刻家、建築家であった、この二人の仕事は、ベネツヤにおけるック様式建築の縮図となっている。 彼らは、ドゥカーレ宮殿の建築でもよく知られ、特に、ソロモンの審判像のある、ポルタデッラカルタが著名である。1797年に、ベネツィア共和国が終焉を迎えると、可働路の所有者は、数度にわたって変遷した。19世紀の所有者の一人である、バレエダンサーのマリー・タリオには、中庭のゴシック様式の階段及び、中庭を見下ろす華麗なバルコニーを取り除いた。 1922年、稼働路は1894年から所有者であったジョルジョ・フランケッティ男爵から国家に譲るされた。王子の華やかさを取り戻すべく大々的な修復が行われ、現在はギャラリーとして一般に公開されている。カナルグランデに面した稼働路の主ファサードは、ボンによるベネツィア風の花模様を用いたゴシック様式で構成されている。近隣には、 これと同様の様式のバルバーロ館とジュスティニアン館がある。この優美な戦場の様式はベネツィアの建築家に好まれ、16世紀末まではバロック様式の木工にも耐えて存続していた。ベネツィアにおけるゴシック様式はビサンティン建築の影響を受けている。可道路の地上階には列柱を有し、建築船から交代したロッジアがあり、運河とエントランスホールを直接つないでいる。 この中楼の上部は、主会の主サロンのバルコニーである。このバルコニーの中列アーチで結ばれた中東を持ち、これらは、繊細な四弁下状の開口の列を支えている。このバルコニー上部にはさらにもう一層、やや軽やかながら共通したデザインのバルコニーがある。この館の建築様式を端的に表現するならば、中世の教会とムーア風の神殿の融合といった、趣きである。 華麗な外装は、この邸宅が多くの邸宅と同様に小さな中庭を囲んで立っているということを全く感じさせない。ありがとうございます。